フーワンジューニアット501アートベース、チャーンチャイングフーフミトシは、中国重慶市出身のアーティスト、四川美術学院卒業、関連撮影、装置芸術、油絵などを手掛ける。第2回アルゼンチンインターナショナルアートビエンナーレ金賞、フランスエッフェルト展覧会の世界最優秀アーティスト、2015第10回、フィレンツェインターナショナルアートビエンナーレ、 ロレンゾ国際芸術賞などを受賞。沖き違い2017から2018。夫婦みとし、不文春の創造的な作品は、デジタル絵画写真という言葉に要約することができます。彼は、写真芸術の革新にある伝統を再定義するために、この言葉を用いています。他のアート媒体をプロセスに統合することで、全く新しい心理的な形式が生み出されています。夫婦みとし、 不文春は一連の芸術形式を包含し、ユニークで記念碑的な作品に融合させ、単なる写真イメージの記録行為を超えているのです。彼の作品は、写真の持つ実践的な様相と他の視覚芸術の形式の神秘性を兼ね備えるものです。写真と他のアート手法の補完関係を実証することを通じて、夫婦見年、不文春は、 接近不可能なメッセージをアプローチが容易な概念に変形させ、歴史と人間性に関する重要な考えを触発しています。夫婦見市不文春は様々なコンポジションや再構築を駆使したデジタル絵画写真を確立しています。同時代の批評家、キャサリン・クーは現代美術の革新にあるもののブレイクアップであるとしています。クーは私たちの時代では 芸術の特性が壊れた外観、汚い色、散在した構成物、崩れた形及び壊れたイメージなどで示されるとしています。現代美術の誕生以来、色、光、描画、形、ライン、スペース、表面、レイアウトを含めて芸術のすべての部分が分類されてきました現代、美術は常にブレイクアップを強調しています。しかし、それは 規則がないことを意味するものではありません。それは新しい規則を確立することを試みるのです。言い換えれば、ブレークアップとは再構築のもう一つの形式です。そうすることによって、芸術家は人々が過去で容易に見落としたいくつかの要素を解析し、拡大させ、分離し、豊かで複雑な体験をもたらします。 昨日の風2016から2017昨日の風シリーズで夫婦みとし不文春は総王朝の木版印刷とことかけ柳から作られたページのイメージを重ね自然と文明が互いに美しく絡み合う作品が立ち現れています二つのオブジェクトは長い時間を経ており時代のシンボルが古代へのノスタルジーを喚起します作品は現代の中国語学者 王国威によって提案された古典的宣伝に非常に近い概念を具体化しています。王国威は古典的宣伝を中国の美学における非常に特別な意識とみなしました。昨日からの風はこうした中国の神秘的な精神を表現できるわずかな写真作品のうちの一つです。多様性の調和2016から2017多様性の調和は 昨日の風のバリエーションとみなされており、夫婦美とし、不文春は、ことかけやなの代わりに、西洋の古典的彫刻、中国の古代絵画を重ね合わせています。その後、自然と文明の間の対話は、中国と西洋の文化間の対話へと発展します。これらが、二つの完全に異なる、神秘的な理想を表すことは明白です。西洋の彫刻は、完全な、 形状を追求しますが、一方で中国の絵画は光と無形の精神を大いに好みます。しかし、文都市による重ね合わせには不調和は認められません。文都市は多様性中の調和を特別な独自の方法で解釈しています。それは中国の文明の連続的な発展に貢献してきた知恵を表し文化の多様性と 文明の衝突の困難な結び目を解くことができるものです。資料深いイメージ2014から2015、夫婦見し不文春は人類の起源と同じくらい古い質問を寛用的なイメージで私たちに伝えます。古代以来人類の心を引きつけてきた疑念と現実は同時に本物の現実であり、 謎めいたサインを使って証明された現実が暴力的に差し出されながらも完全性を保っています。それは一般的無意識の中に印象付けられた現れなのです。その歴史上価値を超えて絶対的無意識の存在を持ち先天的に概念に関連しさらに無垢な心の中にあることを意味します。エクスポパーク2013のストーリーから1900年には 8カ国連合が岩ンで起こった悲劇をきっかけに中国に侵入しました。100年以上後にこれらの国々は中国を再び訪れ上海万博公園のバンコクパビリオンを構築しました。この作品では岩ンの廃墟がバンコクパビリオンと平地されています。その開かれたノートは歴史の大きな変化を記録し伝える歴史書のようにも見えます。これは 中国が重い文化的区引きを手放し、新しい世界との接触により、新たに全国文化的な自信を形成したことを象徴していました。アトランダムピック2012様々な文化のシンボルが、平地され、異なる時間、および場所から異なる芸術言語を利用することにより、新しい意味を作成しています。トーテム2012最新のマルチメディアモンタージュを使用した、 この作品の視覚的な影響は大胆なものです。芸術的な言語が作品のディスプレイおよびその伝送を媒体自体と異なるものに変えています。このため主観的な見る人と客観的な写真の知覚された関係に変化がもたらされます。ルオ・イーピン、関東省美術館キュレーター。タココロ22010から2011人体の 頭脳イメージを模倣した放射線写真技術が人間の頭の中の考えを示すために使用されます。頭脳組織の代わりに仏教彫刻が作品の中で本物と虚構との重ね合わせを提示します。エコー2009個の作品では中国の国章が古い建物や産業施設の写真に加えられ反転のある色が使われています。これは 産業文明での国家的権力主義の管理のもとで文化的主観性が消失していることを表しています。ありがとうございます。